始まりました。今日のコストコ商品紹介コーナー。はい。今日もコストコに行ってきました。というわけで、じゃあ早速商品の方、紹介していきます。よろしくお願いします。てか、てか指長い。てか指前、前向いて、前、前向いて、前向いて。横側、横側にる <laughs> 前向いて。<laughs> はい。<laughs> ライオンカフェハワイコーヒー、1898円で購入しました。そうなんです。今日は、スタバのコーヒーが なかった売れちゃっててああこれでもなんかこれも美味しいって旦那さんも言ってましたよね言ってた本当においしいのか、うん、ぜひ試してみてくださいこれちくわと似てるでしょまあこっち猫科ですけどね出ましたね王の餃子ですよはいビビゴ王餃子八百858円で購入しましたワン餃子だと思いますけど王餃子だっなんですね どっちなんですかねまあでも間違いなく美味しいこれ初めて買うんですねはい新鮮な皮2.4倍の大きさ投射器投射器新食感ね新鮮じゃないか、ね、<laughs> 雑に読んですみません、はい、ありがとう ここに書いてるんですけどヘルシーな豆腐と野菜って豆腐入っていること自体珍しくないですか悪く言えば豆腐で量をかさ増ししていると言えなくもないですけども豆腐ってそもそも肉の代用品として古来から使われてますからねそうですよねでカロリーも脂も少ないということでまあたくさん食べて満足感がありつつまあ、食べるの楽しみですねはよはよ相当美味しいらしいですね 合食スルメスティック998円で購入しました。これ、リピート買いですよね。はい、こちら、リピート買いになります。やっぱり、もう一回買っちゃうほど美味しかった。美味しいですし、あと食べ応えがあるんですよ。<ー>なので、ちょっと、食べ過ぎたなとか、お菓子食べたらあかんなって時は、このスルメをね、食べて乗り切るんです。上を忍ぶんですね。はい。この、 しめじのような色仕上がってちくわカットしめじ298円で購入しました 500g 入ってるのかな入ってるんでもう余ったら冷凍して置いとけるし便利だなと思って購入しましたでまあきのことか冷凍すると栄養分がギュッて詰まるっていうのを聞いたことあるんで濃縮するみたいなこと聞いたことあるんではいへへへへへ間違ったごめんなさい こいつはくせえにんにくの匂いがプンプンするぜ有機おろしにんにく 1kg で669円で購入しました 1kg でこの値段は安いと思います正直この瓶で <laughs> たっぷり使えるっていうのがまあこの魅力的なところですよねはいであの普だだったら絶対にんにくはすりおろして使うんですがはい 実家から大量にもらってきたものがもうあるんですけど、はい、それを冷凍してるんですねさすがにすりおろすのはきつくて食べたくなるので、はい、今回はこのねボトルのおろしミニクを購入したって形になりますでもついつい使いすぎてこうスプーンで大さじ一杯二杯べちゃべちゃ。<laughs> そうなんですよね匂いがねだんだん麻痺してきてね毎日<も>からしたら臭いかもねでも美味しいんですよね美味しいですねでもこれって開封 してなければ一年っていう感じですよねそうですよね普通は開けてから何日持つか教えてほしいまさかの業務用キットカットはいキットカット4カフェ6 7 8ム入って1198円で購入しましたうわなんだか高級感,高級感があるパッケージですね なんか高級感あるは本当に。じゃあ、それ何個入ってるか見てみましょうか。<laughs> というわけで。はい、お姉さん。十個、十個ずつ並べていきましょう。<laughs> 横、横ねはい、というわけで。五十九個。入ってる計算ですね。結構入ってましたね。結構入ってましたね。うん。 ただ個人的になぜ59なのかなんで60じゃなかったのかっていは気にはなりますけども、うん、1>, 1個食べてみましょうかねはいさすがチョコレート菓子のほどビスケットと合わさって口の中に溶けがい,いこのハーモニーがまあブラックサンドがうまいっすけどね甘さ控えめでなんかデザートのアクセントとかにもね合いますよねいけますよねねこれめっちゃ美味しいですツヌキットカットよりもこっちの方が美味しい ポップコーナー漬け取る 567g が768円だったんですがストアクーポンが170円ついていたので598円で購入しましたポップコーンをおせんべいにしたようなあれですよねこれなんかふわふわでサクサクで甘くてしょっぱくて素敵な味わいやったのを覚えていますそうなんですいや味わってこれ食べながら映画でも見てくださいあーリコピンの溢れる音グレープ トトマト 900g で698円で購入しました甘くてフルーツのようでそしてリコピンたっぷりそれがグレープフルーツトマト <laughs> グレープトマトね <laughs> 繊維が多くて果肉が少ないんですよそれは致命的だけど繊維が多い分お腹もすっきりしそうですよねそうですね便秘とかにもいいしねこれは何 何ですか。バナナ 1.3kg268 円で購入しましたお姉さんのご家庭でいつも買っておられるやつですよねそうですねでこの後はこれから出してバナナスタンドにかけるうん前回行けなかったので実はとっくに切れていたチョコレートの僕の恋人チョコレートブラックサンダーシェアパック899円で購入しました えブラックサンダーね、はい、私この普通のタイプってあんま食べたことないんですけど、はい、今更ですけどどんな味するんですかえっとね、うん、以前お姉さん旦さんがゴールドのブラックサンダーを買われて僕も食べて食べ比べた結果なんですけどもえっとこっちのが黒い方がダイナミックよく言えばダイナミックな味がします。うん、で悪く言えば脂っこくて大味です。 口の中に甘,甘さが残り続けるイメージで,で口の,中の下の上で油がずっと置いてるから分かりますかこの下にビリ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 ってこの <laughs> こうビリビリビリってこうブラックサンダーがのチョコの味がね突き抜ける残り続けるチョコ,チョコに感電するっていうイメージですねまさに持ちどり。哀愁漂うちっくんの顔が横から出てるこの緑の箱ははい。 キリンタンタ麗グリーンラベル2949円で購入しましたなんかちくんが飲んでみたいな感じになってますこれパッとなってるなってるって、まあ、これはいつもお姉さんが買っておられる系のこのビール1本ぐらい安く購入できるんで、はい、いやー毎日飲む人には結構大きく差が出ますからねその1本分がはいかなりねお得だと思いますバターで焼きたい気がするはい ボイルベビーホタテ、千四百九十八円で購入しました。これは、リピートでしたっけ。リピート買いです。お、やはり、買っちゃうぐらい美味しかったと。美味しいんです。あのね。今年、おでんと。炊き込みご飯とか、まあ、お出汁煮るものだったりとかに使ってみたんですけども。身が全然縮まらなく。だけど、すっごいね、風味がふわーって広がって。めちゃくちゃ美味しいんですよ。 炊き込みご飯で食いて日本の北にあるとある大きな土地で育てられた牛乳から取れるその名も北海特選牛乳1リットルが日本付いて410円で購入しましたとりあえず美味しい牛乳ですよね間違いなく本当においしいです<ん>牛乳がちょっと苦手な方でも飲みやすいと思いますなんせプレミアムですから はい、サラウ o スですから卵20個入り330円で購入しました相変わらず安いですね今回ちょっと安くなってました、うん、本当にこの大きな卵から割れて出てくるたくさんの白身とビタミン豊富なきびそれで日々の栄養を味わう最高ですね「寿司ファミリー森48缶2678円で購入しました」 いやーちょっと外食も自粛自粛気味ですからね今晩もお寿司食べて元気出していきましょうはい元気出しましょう僕卵を食べていいですかダメじゃブリはダメサーモンダメあのこの緑の緑のこの草 OK 持って帰ります人間豆さえ食べていれば生きている生きていれ生きていられるんじゃないか協会会長ブラさんです なんねなんやね。<laughs> はい、ミックスビーンズドライパック、六百九十八円で購入しました。ちょっと小ぶりかな。サバ缶よりちょい大きめみたいな感じですね。うん、そうですね。なんと三種混合豆って書いてあってですね。三、うん、種類の豆が入ってるらしいんですよ。これがガルパンゾ。ウ、うん、ひよこ豆。<laughs> で、これが緑のやつが。 えー、マローファットピース青い、うんの豆赤いのが、えー、レッドレッドキドニー赤いインゲノムですありがとうございましたはいノルウェーのアトランティックサーモンフィレ4062円で購入しましたノルウェーですよねはいノルウェーのサーモンこれで作ったサーモン丼は本当においしかった美味しいよね また食べてみたいですねあ、そういえば今日買っ寿お寿司にサーモン入ってましたよねはい、ついてるんで寿司が食える、寿司が食える、サーモン食えるぞイェイシャン <laughs> はい、というわけで私は久しぶりにブラックサンダーゲットで来て幸せでしたお姉さんも星型も買いましたそうですね、今日はお得に買えたので良かったですやっと、だけで 今日も最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。良ければチャンネル登録の方お願いします。お願いします。